末広とは、大阪市で開業した、ビフ的の末広をルーツとした各企業が営んでいる、ステーキなどの肉料理を、主とした老舗の高級料理店、ファミリーレストラン、学生食堂及び、その屋号である。現在は、末広を営んでいる者たちを統括している、末広会が存在する。看板冷点ポレー。現在は閉店している。永楽町本店創業者。 上島祭末は1910年3月10日、大阪市北区道島上2丁目に広志特社の名で養殖屋を開業した。その後、1920年3月10日に同じ地、道島に微斯キ専門末広を開業する。運営会社は株式会社末広朝日この開業が全国に広がる末広の始まりである。末広会では広市特社の創業日、 ビステ的専門末広開業を末広の起源としている。2010年3月10日に創業100周年を迎えた。末広は前後で述べる通り、末広朝日からのれんわけで全国に展開されている。そのため、運営会社によって店の雰囲気やシステム、価格などが全く違う。しかし、創業者の意思を引き継ぐため、末広会を発足させたり、 タレなど末広の伝統を各社が保っている。前述の通り、末広は、末広朝日をルーツに創業者の縁があるものから、のれん分けされ、関東と関西に数社存在する。また、末広レストランシステムは日本ハムを経て、網焼き艇に買収されているため、末広会の正式メンバーではない。他にも、末広をルーツとして、 野号を掲げる店がいくつか存在する。ありがとうございます。